おやつ食べようっと。よいしょ。よいしょ。あん。それはお店の商品だから食べちゃダメだよ。え？でもここハーナのうちだもん。だからハーナのお菓子だもん。うわー、そうだけど。先に打ってやった、ホームラン。で、高蔵。ん？なんだ？あ、ここはお店だよ。野球するなら公園でやってよ。もうお店だって、だってここは僕たちの家じゃん。そうだけど。で、お家の中で野球してダメでしょ。高蔵、そうだぞ。野球は家の中でやるもんじゃないぞ。さすがパパ、みんなのこと注意してって。おお、何してるのパパ。うん、ピクニックだ。パルデア地方でポケモンたちがピクニックしてるのが羨ましくてな。それこそコンビニでやることじゃないでしょ。ああ、それじゃあママパートに行ってくるわね。ときめお姉ちゃん、パートって何？知らないのにリアクションしてたの？お仕事よ、お仕事。今度は何？ママのお仕事って家事だけじゃないの？そうだよ、ママは家事以外にも。ええー、うわ、びっくりした。ママ、お外でお仕事してるの？店長さんが骨折しちゃって、その間だけ店長やってるのよ。しかも店長なの？すごい。ってことはハンドたちのお家ってことだよ。わー、え、どうしてそうなるの？だってママは店長さんなんでしょ。そうよ、店長ってことは店の王さん。ってことはここのコンビニの王さんはママってことだ。ってことはここはコンビニはハンドたちのお家ってことだ。なんか急に賢くなった。あ、おいしそうなお菓子。うわー、おいしそう。もうダメだよ、ハーナ。なんで？お店の商品だよ。はい、すごいね。ハーナもやろうかな。あ、でもこれ、こっちが先に入れちゃうかな。ハーナ、ハーナ、ダメよ。これは、こっち。あ、でも、よし、綺麗に並べられた。はい、入る。これはときめねちゃんさ、うん、どっちが好き？え、私はたけのこか。あ、たけのこか、そっか。たけのこ、うん、おいしい。でも比べるにはどっちも食べなきゃ。おいしい。はーな、はー、もう食べちゃダメ。ちー、あー、大変。どうしたのママ？お釣り用の小銭がなくなっちゃったのよ。だから銀行行ってくるからね、ちょっとお願いね。でもその間にお客さん来ちゃったらどうしよう。大丈夫大丈夫、その間はちょっと接客任せたわ。ごめんね。あ、任せて。任せてじゃないよ。僕ずっとここでお釣り待ってなきゃいけないの？うるせえな。さっきからなんでうるせえな。なんだこの青いやつに、このギャードスかぶって変なヒゲ生やしてた。ヒゲ生えてないところでも AI でやったらヒゲ生えてたと思え。お客さんに怒っちゃダメだよ。え、だってママが説教は任せたわよって言ってたよ。説教じゃなくて接客だよ。間違えちゃった。妹がすみませんでした。って、あれ？ここのお店、怖いよ。もう、今度はお客さんに怒っちゃダメだよ、ハナ。すまぬ。なんで急に武士？アルボス。あ、はい。これくださいばね。あ、はい。早く食べたい。あ、なんか早く食べたい。お家は早く食べたいわね。じゃなくて、あ、ここだ。ああ、何だ。うーん、まったくいつまで渡せるもんね。早くするもんね。へ、かえらない。ゆめお姉ちゃんを意地悪するなら許さないぞ。本当に武士みたいになってる。ときめお姉ちゃんに謝れ。おい、お前何か言ったらどうだ。いや、そんな無茶だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ、もう反応、接客疲れちゃった。急にギャルみたいになるやん。あ、
お客さん来たよ。ここかしらね。おばあちゃんだ。何か探してるみたい。お花？何探してんの？ギャルガードのママやん。あー、今日の夜ご飯を買いに来たんだけどね、字が読めなくて。あー、それならハードに任して。ありがとうね。全然読めん。大丈夫かお嬢ちゃん。任せて任せて。まずこれね。 おばあちゃん、あ、すごい、かっこいい。この車これじゃない？おばあちゃん、はい、だってこれかっこいいよ。かっこいいでしょ。3文字だし。あ、車だ。そうじゃん。そうだね、そうだね。これなんだろうな。え、でも母のこれわかる気がする。 C に L があるってことはコアラだ。そうだ、コアラだ。よいしょと。じゃじゃーん、ほら見て、これだよ。これ重たいから気をつけてね。よしよし、最後だね、行こう。待って待って。あ、わかった。おばあちゃん、ちょっとここさ見てて。ここ待ってて。ここにあるんかね。あ、おばあちゃん、筆記戸って書いてある。スタッフの筆記戸。筆記戸これだ、多分これだ、これだ。うん、よし、これでお会計しよう。おいしょ。これとこれとこれ、お会計お願いします。はーい。そのリズム、ピピ一回だけ、ピピピピ、なんか嫌だそれも。あー、関係ないとこピピしてる。ここまでヒゲ生えてた。ヒゲ生えんだろこんなとこ。バーだ、これ本当におばあちゃん食べるの？わからないけどね、あのお嬢ちゃんが一生懸命教えてくれたから。あの、あー、お腹すいた。あ、ピザマン食べちゃおうっと。あー、うん、あの、ママ帰ってきたら怒られちゃうよ。ふぅ、銀行が遠くてちょっと迷っちゃったわ。時間かかっちゃってしょうがないわ。ママ、うん、やばい。あの、それお店のやつ勝手に食べたんじゃないの？やばい、怒られる。違うの、あの、さっき一生懸命おばあちゃんに接客してたからお給料としてあげたの。でも、ときみお姉ちゃんも一生懸命レジピッピしてたんだよ。ときみも偉いわ。ほんと二人ともありがとね。あー、コンビニが落ちたのも悪くないな。これからもしばらくコンビニが落ちだよ。そうね。あ、いらっしゃいませ。やあやあ。あら店長、あなた足は大丈夫なの？あー、骨折じゃなくて月指で、だから店長は今日までで大丈夫だよ。じゃあコンビニがお家なのもう終わり？やだ。あ、そうだ。えい。ういどーい。これでまた明日からコンビニがお家だ。やったな、何がやったよ。もうおばかー。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ニャンハだったのでポゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またね。